なにこれぽよ。あのアフレコ現場にも、うん、あのその大きいスタジオ内には松岡くんどこかにいるっぽかったんですけど、なんかの収録でいるっぽかったんですけど、でもその現場にはいないんですよね。だからなんかわかんないんですけど、スタッフさんが寂しかったんですかね、いつもいる松岡くんがいないのが。松岡くんの等身大パネルをは作られてスタジオに置いてあった。松岡君、あのなんていうの、ほぼほぼさ、お仏壇みたいな扱いだよ。いやすごかったですよ、あれを自分で見たショック。え、俺の仏壇があるみたいな。一応なんか、はい、冗談だと思ってたんですよ自分。あ、そうなの。話は聞いてたけど、作ったよって。なんか作りますみたいな、うん、置きますみたいな、いやそんなことするわけがないって。まあ思うよ ね、聞いたことないですよね。あ、来なかったらまあ来ないってことですよね。そうですよね、普通だと思うんですけど。ですよね。なんかそれで行ったらなんかあるぞって。いや自分ここにいるし。いや確かに。あのかなんかキリトが復活してからもあったよね。いやそうなんです。あれお気に入りだったのかな。わかんないです。いつの間にかなくなってましたけどね。あ、本当に。誰がどう管理してたのかまず気になる。そうですよね。じゃあそれ多分こうあのストードアトンネルのスタッフの人が今日収録だって言って、毎回どこかから松岡くんの等身大パネルアフレコスタジオに。そうですね。多分アニプレックスさん近かったんで、そこから持ってきて来られて、よーし設置と、松岡くん本人の声は今日はないが、いる気持ちになろうみんな。なろうみたいな。はい、一つ今、はい、想像しているうちにリアルなこと気づきました、はい、松岡くんのパネルじゃなくてキリトのパネルの方がいいんじゃないですか。いやそうですよね、私そうだよ、思ってました。そうですよね、みんな思ってたんだ。松岡くんも気まずいだろうし、なんかやっぱあのこの作品でいるのはやっぱキリトじゃないですか。それで役者さんの想像力のためにはキリトの方がいいんですよね。キリトですよね、松岡くんなんです。松岡くんなんだ、本当に今もアニプレックスにあるの。あるんですか。わすごいな。すごいな。それをじゃあ持ってきて、で あることについて、はい、なんスルーも寂しいじゃないですか、はい、だからやっぱりなんですか、毎回毎回、まあ、特に初め来た時は、はい、みんな突っ込みますよね。まあ多分突っ込んでたと思いますね。でももう行った頃には突っ込み終わってたのか、特に何も触れられてなくて、いやこれは触れねばと思ってスタッフさんにこれなんすかって言ったら、やっぱ松岡くんいないと寂しいのでって言って、起きました、作りましたって言われて、はあ、と思って写真撮ろうって言って写真撮りました一緒に。あのこう松岡さんはで出会い、自分と、いるじゃん俺って思った場合はどかさせたんですか。いやもうそこに置いとくしかないですよね。一緒に二人で二人でアフレコやってたの。いやあのなんかホールみたいな、そうあのロビーにあるんですよ、しかも誰も見れるんですよ。そうだからなんなら他の作品で来た方とかも見るわけですよ。それこそキリトの方がまだいいよね。いやまあそうですね、やってるんだな、そうだとオンラインって思いますもんね。松岡くんだとどの作品だろうなから分かんない。まあそうですよね。はあ、本当にあれ真っ二つにしてるかと思いました。なんでだよ、いいじゃないか、愛だよ愛。しかもね、今でもあれだったんですよ、はい、なんかあのこれまた聞きなんですけど、あのなんか石田明さんがあれに遭遇した時にすごい怪訝な顔してたって。悲しいね。まあ怪訝な顔もするとは思うけど。なんだこれはみたいな。そうでしょうね。多分勝手な想像だけど、それは石田さんだけではない。石田さんも怪訝だっただろうけど、他にかなり数多の声優さんたちが怪訝だったと思われます。なんだ。はい、それでは最後に大沢さんのお宝です。はい。え、何これ？ちょっと何あれ？何これ？何あれ？え？何これ何これ等身大松岡義継パネル。何ですかこれ。そんなのあったの。何ですかこれ。松岡義継くんが、つまりキリトが、はい、アフレコに来ない回があるじゃないですか。そうですね、はい、それ用に用意した。え、マジで。えそのために作ったんですか。最近寂しいじゃないですか。そうそう、だから最近用意したんですか。え、じゃあ義継がいないアフレコ現場に、これを。いや気が散るこれ絶対気が散る。マイク前にこれを置いて、いやいやいや邪魔邪魔邪魔。キリトはいる体で皆さんにアフレコをしていただくためのパネル。まあ、その中がいないってことで、つまりキリトのセリフないんですよね。ありません。あ、じゃあ飾る必要ではないいやいやいや精神的なこう、精神的中央キリトがキリトがいるぞと。まあ今後の展開にあのスタジオにこれ置くんですよね。そうっす、ね、絶対邪魔ですよ。まあ、邪魔かどうかどうでもいいんですよ
そういう問題ではない。そういう問題じゃない。そういう問題ではない。精神的で支柱です。じゃあ主に茅野さんが迷惑を被る。そうですね。だから真ん中に置くんで。いつも真ん中に座るじゃないですか。だから真ん中に置きます。やべえやばい絶対。よしくん並んでみて。いや だったら僕毎週行きますよ。ね、並んで毎週並んでみて。等身大らしいから。肖像権の侵害じゃないですか。そう、ね。勝手に作っちゃダメです。ちょっとで大きいんですよね実物よりね。僕的にも。現場に松岡がいないと寂しいんで、はい、それ用にこれいたら安心ですね。そうですね、もうこれでじゃあ続報本当に使われたら今後の何かの番組で、はい、スタジオに、はい、すごいすごい。火曜日また会おうぽむするんぺぱぽよ。